というわけで録画の方開始いたしました。最初はとりあえず0回戦1台進行は6月14日高田のババミカドギルティーゲイザードレブイグザードレブ2木曜シングル大会、まず0回戦フィーノさんのベノムと俺のジョニーを A 番台でやってから人数を整えてから、2台進行となります。よろしくお願いいたします。先輩そっち行っちゃったら誰もいない。じゃあスタートボタン押して始めてください。はい、ちょっとだけ変わります。というわけで、次の試合が、俺の会とトゥーリオさん、マイタクさんの佐藤と足畑さんのベッドマンという形になりますので、こちらの俺を含めた4人は、準備だけお願いをいたします。ということで本日のシングル戦最初の試合ですね。さあ、マイエスティキンエス投げ仕込み、ここはコイン出してバスト弾いて先生前に出てきたところを切り払っていく。さあ構えたところに弾いた球がセットでまた来る。ボール3つも当たってしまったらめちゃめちゃ痛いですからね。さあ弾いてここは前径を潰していく。前背少しずつ距離を潰していくが足払い出し切ってスティンガーエイムをこれはキャン。しかしここまで一旦ぐらい返していく。画面足を押し込んでバックステイ様子見る。ロッケー、ここは前 P ですかしたところを殴っていく。差し返しの形ですね。さあ前 P エースミストファイナー弾いた球に当たってしまう。前に出てくるが、ここはバックダッシュしてジャンプ D 弾き、しかし当たらず前 P キンスジャンプ D 弾いてデッタングル2K 足払いからミスキャン様子見キンスの仕込み2敗すら前 P エンエス先生セットセットジャンプハイスラー一歩選手フィーノベノム早速ニースここは読み勝っていく。冗談足払いミスキャン前 P 潰していく。ロッケまたもここはロッケを潰していく。判断が冴える。ロッカイスラー落としてストラグルじゃねえやカーカス垂直にバリアみたいな感じで弾いてましたね。ジャンプエースかぶせて距離を取る。ミスキャンジャンプハイスラーキキャンで対応。位置が入れ替わってマイピー弾きエンエス Q5 ジャンプハイスラーこれは弾に当たってしまう。スパイハンダー空中投げは投げ総裁距離を取って前に出てくる。つまりハンダキキャンジャンパイは空を切るが瞬間移動で再び距離を離す。さあグータイクつまりハンダキャンコイン当たって前 P とエンエスが総裁してしっかり総裁キャンセルしていましたが前線だけ通す。ジャンプ D ジャンプ SDD つまりハンダここはダウンバーストキャンここは空中ダッシュ機関を空中投げ勝ったのはフィノミノム。君のノークションじゃあもうみんな呼んだら来てくれるかな。頑張ったぜフィノさんが勝利です。では平岡海トゥーリオイの前田久里アシャナベットマンの2大進行でいきます。これが終わると1回戦をね A 番台でやりつつルザーズを B 番台でやることができるようになります。動ける方が A 番台でやっちゃおうかなと思うんですけど、どっちがいるかな。おトゥーリオさんもいます。もう A 座ってる。もうじゃあいいでしょう、 A で行っちゃいましょう。じゃあ B、前田くさんとアシャナさん B 番内でお願いします。最近のちょっとまたネット対戦で FC さんと2時間ぐらい勝ちってベノム戦ちょっと思い出したかなと思ったらボコボコでしたもっとやらないばなりません。さあ、気づいたら座っていました A 番台トゥーリオイノ対平岡海ケミカル。あーおヒールキャンセル飛んでいく。ちょっとなんかものすぎたキンバスト。これジャンニーホルキャンできるようになりますね。前範囲を置いて何読みか空中足かなんか読んだんでしょうか。狂言ハイスラ縦キン S S ホイホイからの狂言音符サマン。そしてブリッツがやっぱちょっとためかどうかね確認するのは結構難しいですね。わーナイス。ここの受け身攻防が非常に強力。バックステップ食らい逃げですがバックステップに刺さったでしょう。音符重ねてここはブリッツ出なかったか。カウンターヒット。
あ、僕がしてるよな。大丈夫です。そうですね、ジャンリーから持ち上げてキンエス縦、キンエス縦から、ここでノーゲージでこのヘビーゲージも回収、次中下通ったら死にます。さあ、なんか警護みたいになってるか。あ、戻ってきて、かっこいいジャンリーです。裏手からの限界勝ち決めましたね。トヨリオさんが勝利です。続きまして、フェミさんとテレサ、ジャム、A 番内です。で、この後 B 番内多分ルーザーズできるようになると思いますので、そのルーザーズをやりつつ、スキーあらば1回戦ぶっ込んでいこうと思います。え、何言ってんすか、嬉しいくせして。最近そういう振りだってやっと気づきましたよ。まさかまた勝てば推しだとっつって、いや、めちゃめちゃ喜んでますから、これは美味しいとしか思ってないですよ、トヨリオさん。また FM とやれば盛り上がるみたいなね。めちゃめちゃハードル上げてきますよ俺。さあテレサ頑張れとトゥリオさんが言ってますが、反対側、おーっと押し出す。本当に応援してる、やべえ。あれおかしいな、去年の東進祭のチームメイトだったはずなのに。最近ただ読み合いが変わってきているらしい。 FAB さんとテレサの試合どうなるか。チャンス持ち上げてクリッシュマッシュ、さらに走り、いけ、ハイハイが取る、バーストを使って、ここ激に温存、かなり嬉しいですね。崩しとしての激に、おお、画面端にいったが 2P 出して画面端、チャンス、うわーじゃない。さて B 番内が終わり、勝ったのはアシャナさんかな。じゃあ前田君と平岡先輩、 B 番内でルーザーズ1回戦を、ちょっとごめんなさい、連戦となりました。よし、オフだー。壊れちゃった、あそこね、見えない炎があんだよ。まあ炎はなくてもほら熱くなってっから、そこ上の方が熱いぞー、やばいやばい、とても痛い、溜めていく。あははは、テレサがトリシューラに壊されてしまったか、やばいぞやばいぞ。画面中央爆戦 S、 はい、 ICBM からのもちろん、あー、スラファーメンだ、怖い、あー、ドッグ、怖い、チャンス。さあしかしテレサもここはコンボを決めて気持ちを落ち着かすといきたいところ、激リン落として、勝ち系2系2敗すら、ここは直角対策、チャンスがガードしっかり落として、ここは覚醒必殺技だ、攻守を決めていきます。さあ最終ラウンド、こちらに勝ちますとトゥーリオさんとの試合になるんですが、ワイビー読んでいた、まあ、さあここは近づいて、うわ、さあテレサも無言、あー危ねえ。ハンマーホール裏 BPK ハイから画面端、次はどっち、 2P 日経ショットを暮らしていく、デッタグル、さあ直が怖い、バックステップを回り込み投げて、さあ重量級のコンボをしっかり決めて、立ちハイ、さあね、割られないようにしっかりとガトリングを変えていきますね。おっと、カウンターヒット、かなり惜しい、バーソン、ゲージュアル、ハンマーホール怖いが、スライドヘッド当たってしまった、これはまだ残して NS2S からハンマーホール、あー、こ当たるか、これ当たらない、当たらない、ヒートが出なかった、マビーセーフとテレスト、ちょっとね、回復に時間が必要なので触れないでおきましょう。勝ったのは FMB さんのトゥリオさん、頑張ってください。最近結構 FMB さんとトゥリオさんの試合の勝率はだいぶトゥリオさんいいみたいなんでね、どうなんでしょうか。では行きましょう、吉木さんのイノとガゾー君のファースト A 番台、なんだよトリシューラーって、わっかテレサトリシューラー状態やんけ、もうやばあ、クラクラしてる、やばいやばいやばい、完全にピヨリモーションだよ、ボタン連打しないと。B 番台勝ったのは前田さん、おめでとうございます。じゃあレーザーズがちょっとできないんで、じゃあジャインさんとサツさん行きましょうか。ここ呼んでない、キャラ間違えた、まあ、ガゾー君クモで出てんの今日ちょっと待ってね、
次間違えたら3万円ね。300で許すかよ。俺は年下には厳しいんだよ。どこ呼んだ、ヨシキさんとかどうか呼んで、ジャインさんとサツさんって呼んだかな、 B バンダイかな、お願いいたします。ジャインさん、はい。千年に一度現れるという画像君はそんなやべえやつだったのか。何年生きてんだこいつ。さあトゥーリオさんがヨシキさんにアドバイスを送っていますが、画像君はねいつもなんだろう、戦って投げさんとかかなりアグレッシブですからね、通ると思ったらそれをやり続ける、かなり熱い男です。そしてピュアな男です。さあ表現盾、ここでバーストでかいの来た。画像君のサイズ見てー、ミカロッと残ってる。でけえ、ホバホバもギリギリ避けれるかって、乗れるか、行くか、ナイスアタック、背中、おっとでかすぎだろ、2体後ろ。画像感、このドアの使い方うまいですね、めった切り、懐かしのネモ式みたいな感じ。そしてこのジャンドリキャンはご愛嬌、わーたらない。そしてこのね宇宙一簡単な青キャンからもう今回フォローできませんからね、あの構えてる間青キャン可能だったんで。さあここはブリッツを警戒か、ブリッツをしていたら愛を投げようといった感じの。どうした、前来たー、2敗から相談が当たるなー、あーガフになるやつ。ここはね地上にとどまってしまいますとガフになりません、飛ばなきゃいけない。そこをしっかり立ち系、そもそも立ち系フォルトしたら飛んでいってしまうということで、ね、ほぼ破滅でしたね。いやしか見てるがチビがどうなるか、ここは中段立っている、素晴らしい。あえピーケミカルで返したいところ刺さります、画面端。蒼天、ここはバックステープ剣で暴れ潰しでしょうか。距離からゴーイング、さあ井の川は厳しい展開が続くか、何を狙うか、画像ファーストをぴょんぴょん飛んで、ほんま危ない、これを打ち返さないぞ、ガタ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 ンと。あんまいいもんでないですね、戦況は特に変わることもなく、ああ変わった。いやしかし前ジャンプからしっかりとつなげてゴーイング、最後はねうまさを見せつけていきました、ベテランの風格体を言わせております、素晴らしい、若手なのに。どちらかというとエレバン内、早音さんのレオとカエルさんのジャックをお願いいたします。ファッションには疎いのです、ね、あれ俺間違えてました、露出が過ぎる服装は倫理面だけではなく女性の健康によく。さあ B 番内はジョン力ということで、ジャインさんが勝利です。で、B 番内、ね、ルーザーズがまだできませんので、中山さんのジョニーとドラクさんの回 B 番内でいきましょう。で、その後、ミリアノさんとフィーノさんですね。こちら多分 A 番内になるかなと思います。その頃には多分ルーザーズができるようになってると思いますので。あ、もうできるわ。じゃあ、早本さん、カエルさん A 番内でやってください。で、中山さんちょっとタンマ。で、テレサーとサツさんがいけるな、B 番内でいきましょう。中山さん次 A 番内です。ルーザーズができた、できました。あーガソ君のな、ファーストドリキャンミスったら足もげりゃいいのに。さあ行きましょう、早本レオ対カエル着王、早本さんが攻めます。エースで返していく、さあカエルさんの着王、この状態になるとかなりきつい、立ち回りは本当にこのゴーストをしっかり設置してサーバントを場に出すことができればある程度はね相手の行動に対してリスクセーブできるんですけども、やっぱこの素の状態ですと、この走ってくるつばいとこれカウンターヒットをもらうしまいますとね、とんでもないことになりますし、裏回ってしまいますとこの構え状態に行こう、痛いダメージをもらってしまいます。痛い、よく返した、相打ちでいくら倒し範囲からの家を育てたいが議論が出ない、着地ギリギリで、そ4で1、2の3だ、ロマンキャンセル、前ハイスタイルバービルでもいいがエリアルに行きます、素晴らしい KS ファイト。やはりこの序盤ですね、レオにどうやって近づけさせないようにするか、近づかせないようにするか。カエルのサーバントって言ったらやっぱオタマジャクションになるでしょうかね、なんかそういうあれじゃない、スパイト KS 3段、これが結構減るんですが、さあはい転して1勝に変えた、怖い、あー2ワイトできた、どうしてバーソン逃げす、当たらないが変な声になった、あーとフォーエマイルショードライブ見てから止めます、1、2の3段出し切る強気、
ですとなんとか返したいが、こういったところの弱みは冴えている画面押し。さらにこれは構え攻撃を重ねていた場合は持続ですることができるんですけども、そこを読んだバックステップとなりました。勝ったのは早本さんのレオです。とんでもない方法で得られる。さあというわけで、A 番台中山さんのジョニーとドラクさんの回いきましょう。その後ミリアノさんとピーノさんかな。で7番が多分これが終わって負けた方が俺と B 番台でルザゾやっていただきます。ルーザーズはできそうにないですね。ちょいお待ちください。この試合が終わったら進みます。まあちょっとここは進みすぎてるんでちょい待ちます。おお、ヤクルト同点になってる。マジかい。しかも攻めてるじゃないですかこれ。あ、スリーアウトっす。チーン、誰かな。やっぱバレンティンと川端か。さすがです。あとは勝つだけ。まあやばいな、もう見ないとこ。さあ行きましょう。ドラクさんの回と中山さんのジョニー、海外勢のドラクさんと中山さんのジョニーです。ネオスペースあれですかね、遊戯王ですかね。エースからの画面端攻めていく。さあしばらくのスピットしてる。オッキー攻めチャージを重ねて 2P からの当て投げ。ここで体力リードは貝川ですが、チャイン前系からドバンキャンセル。 2P 当て投げ、ここで体力半分。しかしちょっとゲージ状況がね、かなりジョニーにゲージがあるんで、ここは慎重にならないと怖いところ。さあ触ってスワイハンダー、まず一発目前系。ここ空中ダッシュを打ちたいんですけども、前前ってやって K とやると出なかった時にね、負けになっちゃうんですけども、空中ダッシュの下、なんだ、斜め下で空中ダッシュするようにするとね、なんと 2K に割れてしまう。化けるんで、化けるじゃねえ、 2K にすることができるんでおすすめです。俺のなんだと。うわ減った。うわー単発ヒット確認ということにしときましょう。からなトーンからハイスラが 2S 難しい。そしてエーススワイハンダーからジャケー、ここがよくガードした。あれ見えねえ、走っていく。さあ序盤のリードはここで返されてしまいましたが、スピードシェルまでいきたいところ。しかしバスを使ってコインはここを切りません。こうやって見ると嫌な気がせん。昔の動画見たら前の方がコインは前に進んでたっぽいですね。うおおレイパースラストラスト、ここガード。スワイナー、ナンパスの安いコインさえ当たらなければといったところですが、前へ潜ってコイン、コインレベル3、足し範囲から前、はい、ミストファイナー、コイン S、2範囲すら上段からジャンディ、ジャンディ、スワイハンダー、画面が8位、スワイハンダーからジャンケー、P で崩していく、ここはどうする ?PS からコイン、そうですね、ここはジャンディが当たりづらくなるので、ここはレベル3ルートで切りはめた、もっとよく返したが、当たらない、スタイシャー怖いぞ、いやー、ベイバーしますぞ、押し返し、距離を離すとミストファイナーの恐怖がありますが、攻めなきゃいけません。この体力差、ピン S、2範囲ウェイパー、2範囲落ちてしまった。ここは当たるないが、エンゲス持ってないが、ミストファイナーまでいろいろあったが、勝ったのは中山さんのジョニーとなります。おめでとうございます。続きまして最後の1回戦、ミリアノさんのメイド、フィーノさんのベノム、エヴァンナイでいきましょう。でこの後ルーザーズがどんどん進みます。はい、まずですね、ルーザーズドラクさん連戦で俺のジョニーと B 番台で試合をお願いいたします。お願いします。あ、よろしくお願いします。 B 番台、ずいぶんと貫禄が出てきたな。大人の剣になった。だが大人の負け方だ。何か別の力を隠してないか。はい、フィーノさんはいるかな。あ、了解。はい、ミリアノさんとピーノさん A 番台で試合となります。ミリアノさん、はい、ピーノさん、はい、こちら A 番台で試合です。1P2P 決まりましたらスタートボタンを押して始めてください。
Who dares to enter the melee?さあ最後の1回戦ですかね。1P 側ピーノさんのベノム、対するは 2P 側ミヤノさんのメイ。さあ神子お互いバックして距離を離すが、前に出てきたのはピーノベノム。ジャンプハイ D6 ハイすら落としてせっせと弾いて瞬間移動中断。ここはバスを読む形になるが、ストラグルはガードしきって投げ、ここはジャンプ系当て投げ、オーバーヘッドキスから、ここはエリアルでバスをキキャンでジャンプ D キャンですね。うまいこと弾をかいくぐっていった形となりますが、さあイルカ乗ってくる。しかしジャンプ S 待ってた、なんだそりゃ。足早いからカーカス、ダブルヘッドボーイと赤キャンからジャンプ D、6回すら当たらないがインゲス下でボロ足払い、前に出たいがなんとか中央に戻りたいガスティングエイム 3K、 いやまだ弾いた弾が残ってた。さけ紫色もキャンセルから中央戻ってくるが、空中出ししっかり空中投げ弾いて6回すら一歩選手フィードメノム。第2ラウンド開幕、距離取ってマイクルがまずはイルカ先生ボールも設置して弾弾いて弾いてジャンプに弾いて、サカーカス 2K、 ここでバスを走ってきた。しかし周回道逃げる、 3K ヒット、ロマンキャンセル、ここ受け身が取れているが、ちょっと繋がりそうな雰囲気ありましたが受け身取ることに成功。2K、キンエス、サーカス、まだ攻めが続く、キンエス、ニエス、足払いから Q5、最大ため、弾いて、ガンガン攻めてくる、ここはストラグルは、あつかさたり、足払い当たらず、下で垂直ジャンプ、待ち構えている、キンエス、弾いて、Q5、弾いて、トス、中段、トス、キンエスから S、はい、D、6、はい、すら、ここら決まったでしょう、勝ったのはフィノミノム。ミリアノさんはまだルーザーズがあります。そのまま連戦で B 番台、ヨシキさんのイノとミリアノさんのメイ、試合をお願いいたします。 B 番台です。では A 番台2回戦入っていきましょう。ここから先は全て2回戦は A 番台で行います。トゥリオさんのイノと FM さんのポチョムキンです。 A 番台優勝、あ、一緒にご飯行って優勝してるやつが一緒にいると嫌だ。トゥリオさんが殺してくれれば、トゥリオさん的に負けてくれればいい。やべえな、お前ほんと最悪だ。ダブル KO でもいいと。トゥリオさんがこの試合で FMB さんを倒して、この後適当なところで負ければ平和なご飯が、爪剥がれて、なかなか爪は剥がれんぞ。爪は割れてるけど剥がれるのはお前だけな。剥がしてるんでしょ君は。怖いよ本当に。攻撃予選であまりにも自分が不甲斐なさすぎて爪を剥がしたって話は怖すぎる。さあ会員枠ケミカルしゃがみに避けていく。今回やっとしゃがみにケミカルが当たらなくなりました。負けて怖いよ、聞いてるだけで怖いもん。まだ若かった頃だよ、まだ若いのか。さあ、じゃあ、少し投げてくれた。長谷川、作戦通り画面足、タシビタシビ、細かく刻んで画面足、やはり徹底しています。あー、バースト画面足、ゲージはあるんでね、橋さえ背負わなければといったところ、ここで中段に合わせて着地下段。さあ、お前うるせえ、黙ってろと。テレサに対して席を立って注意していく。ハイスラ表現から縦からそのままコンボ、画面端徹底しますね。安いながらもこの下段でダメージ、そしてゲージを回収ですね、かなり優秀。そして溜めたゲージをここで中段で一気に放出と、ケミケミ厳しいぞ。ホールド使わないといけませんが、バックステップで捉えてきました。勝ったのはトゥーリオさんのイノ。ここだいぶそのポジョ戦というか FAB 参戦積んできてますね、素晴らしい。
まあ、かなりの時代やってましたからね。1日 1FB といつ何十試合もやっておりました、詰めておりましたね。おめでとうございます。続きまして右側行こうかな。足山さんのベッドマンとジャインさんのクムヘヒョン A 番台です。でですね、 B 番台が終わりましたら左側マネタックのザトウとテレサジャムで、B 番台勝った選手、あ、ごめんなさい、B 番台勝った選手は連戦でカエルさんのジャックオーと試合をしていただきます。現在ヨシキさん、ミレノさんが試合をしているんですが、勝った方がカエルさんと試合をしていただきます。お、あ、勝ちましたね、ミレノさん。じゃあそのままそこでお待ちください。じゃあカエルさん、じゃあこちら来ていただいて、じゃあ席決めのじゃんけんにしましょうか。ワンピース B、先に、なるほど、ご飯を先に誘っといたことに FB さんここに拘束するという、なんという。さあ、行きましょう。ジャインさんのグムヒョンと、なんかテレサが足原さんを見てると安心すると言っておりましたが、何なんでしょうね。自分を見ているようだと言っていたんですが、その真相は。さあ、そうさて、ジャインさん、そしてボール戻ってきて空中投げ、ジャンニーロマンガードしているが、この5まま攻めて A ダスク、 B デジャブ、そして戻ってくるダメージ与えるやらしいですね。ブリッツを取って 2K2K、 足バレーが嫌な位置に行きましたね。これまだ全然逆転あります。ジャンディー、あーっと、これ当たらないバスを掴ませた。 A ダスクは早押さ落とし、タイミングここは合ってしまいました。もう一人の僕もう一人の僕やばすぎだろ。マフィー見ている、タチハイ、足払いから B タスク、ワープ、2P、2P、タチハイ、足払いからさらに攻める、しゃがみハイさんから A ダッシュ、ワープ。いやー、よくガードしましたが、まだきついぞ、足払い、ロマンキャンセルせずに次でゲージを使っていく、見えません。しゃがみハイさん、ロカセ、ジャンゲス、ジャンゲス、ジャンゲスループからの C ダスク、変わったのは足山さんのベトマンです。第2さんの組編はこの試合で終了となります。そして左下、画族のファーストと中山さんのジョニー A1 台です。さあ、今現在、B 番台ミラノさんのメイド、カエルさんのジャックオーが行っておりまして、その後前田くんのザトウとテレさんのジャムで、その後に今 B 番台でやってるプレイヤーの勝者と俺が試合を行います。 B 番台捨て身の一撃、画像ファースト。画像ファーストが、そうですね、ジョニー戦は結構やはり覚悟を持ってボタンを押してくる感じの、そのプレッシャーに押されずにしっかりと、おお、リターンを取っていけるか中山ジョニー。前ジャンプ、前受けるからピーケイト、これファースト、失敗は投げてるのはジョニー S から K、 S、 さら D、 B 案内勝ったのは、ミレノさんですね。おめでとうございます。カエルさんはこの試合で終了となります。ではちょっと左側にずれます。前田君のザトウとミレサ B 案内で、それが終わりましたらミレノさんと俺の試合を B 案内やりますので少々お待ちください。さあ、画像君が画面端めった切り、あ、投げてどうすんの、タチ K からそのままエリアルコンボ、画像くんのファースト、なんか画像くんみたいな動きするから面白いんだよな。なんか同じモーション変わんないんだけど、画像くんみたいな動きするんですよね。よっしゃーみたいなね。最近テレサのガッツポーズが使いやすくてかなり使ってるんですけどね、面白すぎますよね。最近ベジータにも見えてきたあー、負け、蹴飛ばしていく、 KSD スパイハンダー、画面端投げ抜けていく、そして伏せ目、愛を投げて上海。さあ、ジョニー、ここ円安、他のキャラと同じように円安を打ってしまうと傘当たりになるんですけども、ファーストに限ったタチ系で拾うことによって安定させることができます。
メディアを振ってきて、2K、うまい。そしてこれはドリキャンというか、そのジャンプキャンセルに対して、ね、刺しますね。それに対しての 2K を出し切りというか選択肢もあるんですよ。さあこのままいけ、あーっと、どうなっちまったんだい。いやどうした、うまい、後ろじゃない、全部間違ってる、上、言葉が出てこない。次の地、あー 2K、 あー立っちゃった、つばいハンダガソ君が助け出していく。一瞬ボタン連ダウンが やんなんで、あ、ここガードに回ったなと思ったんですけどね、一瞬の隙を突いてしっかりとボタンを押していきました。勝ったな、ガゾファースト。さあ続きまして A 問題、ここフィーノさんどうしのぐか楽しみです。フィーノさんの目の元、早本さんのレオ、これワンチャンあり、ね、早本さんありますからね。結構面白いですねこれ。フィーノさん、あ、ごめんなさい、試合です。あれね、海外勢、あ、外人4カマとテレサのやつね。あれ面白かったよね。めっちゃリツイートされたけど、やっぱ面白かったよね、あれ。言葉はいらないよね。だけどね、ベジータもいいよ。さあ、レオ対ベノムです。結構自分がレオを使ってるというか、ベノム戦面白いなと思ってたんで、割と戦える方の組み合わせなんじゃないかなと思います。やっぱそのベノムがねボールを一つ打つのに対して S バーダー、これかなり優秀ですね。三段技の飛び道具を打つことができません。この S バーダーをとりあえず打ちつつ相手のボールを消していく、そして正々にスバイトを刺すといった感じで、かなり窮屈な立ち回りを強要されるんじゃないかなと思います、ベノム側はね。なんで空中生成とか使うんですけども、その空中生成に対してこの鋭いジャンプからのジャンプ系を引っ掛けることができれば、一気にね、ベノムが苦手な接近戦に持ち込むことができます、イガで。まあ、その辺をね見ていきたいです。本当に防御硬いんで、どう崩していくか、早本レオいきましょう。さあまずは第1の大芝居が当たってカーカス、これダウンロムは本当にでかい、序盤はでかいですよこれ。さあ立ち、はい、前、はい、ユリフレーム通って構えて中段崩して 1、 ここはバスを4とか、前ハイをガードさせてしまえばといったところ、前ハイ前ハイ前ピ振っていく、ブリッジラック、そしてバーダジャンハイ 2P から立ち、はい、構えて中段ガード、そしてブリッジラックガード崩して、さあビームワンダイ勝ったテレサというわけで、ミヤノさんと俺のジョニー、B 番内でやりましょう。ミヤノさんは好きな、あ、ワンピースツーピース座ってお待ちください。じゃあお願いします。じゃあちょっと変わります。さあまずは投げを決めて一本選手、フィノミノム高めくん、お互い距離を通るが、ツバイト走ってくる、周回道距離を離して、距離を離してといった形ですが、なんとかクラッチでいきたい。スバイト早いですからね。さあしばらいセットして円安弾くことはできない、スバイト、あれは投げている、展開が早い、カウンターヒットしたけど繋がんなかったですね。さあ確かに 2S スバイト、ここはやはり投げている、しっかりしている、カーカスからロカイスラ弾いて、これは溜めた球に当たってしまう、 Q5 キン S マイピーロカイスラ、そしてもう一度弾いて、球打ちがガン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 ダメージ入る。さあ距離取ってスピンガイブキャン、キンエスから Q5、 バーストもしっかりガードしている、勝ったのはフィーノミノム、素晴らしい判断でした。君のスリーファウルだ。さあ、というわけで、じゃあこのままウィナーズを進めていく形になりますかね。そうしましたら、では A 番台再び戻りまして、トゥーリオさんのイノとガゾー君のファーストはこちら A 番台で試合となります。ウィナーズの準決勝ですかね。サイの対ファースト、 1P 側画像ファースト、 2P 側トゥーリオイノ、まあ、見ればわかるよね。さあ開幕、ここは
まずはドリル一つ、ブラックホールが出る、音符上にいるので下に待ち構える形となる。外にいるかとして 2K 触ってドリキャンジャンケン、 2P 足払いから大木食ってくる、もう一度大木マイ P を潰している、音符重ねてジャンプ S に強限じゃねえ限界、爆弾が出る、エースが刺さって、ここは爆弾大門位置、ハイスラ強限水平に突っ込んできた、デッドングル画面は押し込んでいくが、ここは下段が通る、飛びも逃がさない、叩き身は当たらないが、ジャンプ D が裏で当たる、ジャンプアイス6払ってドリルヒット、ダメぶり最大ダメ、これは残らないでしょう、強限で締めて1本選手トゥリオイノ2番台ちょっとお願いします。じゃあテレサこの後 A 番台で配布を俺と出します。あ、お願いします、ごめんなさい。さあこちらが準々決勝、これから全て A 番内で行います。2杯ではハンマーが来るかな、この装填ヒールキャンセルとかね、このネモ式懐かしいですよね、愛を投げて動いたところが刺さるみたいな、昔あんな失敗してた画像感がしっかりと決められるようになってるのはね感動ですよ。じゃあはい、タッチケ返して、タッチピー、ここで奥攻め現象あるが飛んでいくが、ここ空中投げ装填か、クライミを狙ったか、空中でヒット画面端、ジャンエス空中出した縦縦からタッチ P、 ここはバーストオンゾーンしつつ何を狙う、艦長は天使ですげえ潜った、決めたいぞ、足払い最後はいやらしい固め、画像くん潜ったね、あざります、画像式ブレイクザローだった、投げていくバックサイドマイピーからのタチキ、そしてダメージマップチャンハイ、ミハイスラーしっかり着地に刺してカウンターヒット、これケミカル打ちたかったが、そして暴れ潰しのドリル、こうなるときついのはトゥーリオイノ、あまさちょっと怪しいが、うぶねキミハンマーが的確にいいのに迫ります。さあ空中を泳ぐが、ジャーニーが届かない、じゃねえやサイクル、うん、ケミカルサイクルってなんだ、装填味見ゴーイング 2K から爆速ヒールキャンセル限界、これはまたしても分からなくなったか、ジャンケーヒールキャンセルガンダッシュ、ここは目の前でいい反応だ、乗ってチビが下から来るので上に逃げるだろうというところでケミカルで押し返した、ここは素晴らしい、溜めて溜めて解放、ハンマーが来る、逃げれないここで最高の引き、画像君がそのままチャンスをものにしました、勝ったのがそのファースト準決勝進出です。続きまして芦原さんのベッドマンとヒーノさんのベノムです。ケミカル当たんなかったね、画像式ブレイクザローねえ、画像君あんなにこうやられハンター起きそうなのにうわーっつって、水中属性だったからね仕方ないねってまあ絶対絶命権狙ってんだろうなっていうその何秒間だったんですけども、あの判断さすがでした。さあこちらに勝ちますと、準決勝進出となりまして、画像くんのファーストと試合をしていただきます。で先にルーザーズを決めちゃおうかなと思いますので、この後テレサジャム対ジョニオジョニーを行った後に、画像ファースト対この試合の勝者と流れていこうかと思います。落ち着いた、あ落ち着いたならいいんだけど、俺が憎いプレイヤー全て消えてた、お前やばいな呪術師だよなんか大丈夫、なんか近くの木になんか刺さってない釘で藁人形みたいな怖い子、これで優勝したら気持ちいいと一緒にご飯行くメンツがみんな死んでるんでさあフィードメンバー対ヤシャのベットマンチャイス、きっかけでマイビー出してはいるが、ここはしのいでいく、バーストを使って追いかける、あー目の前で先生ハイスラストラグル蹴り上げた、打ち足じゃない、キンエスカーカス、キンエストラグル、バーストはここで当たっています、
いやー素晴らしい確認。マイビーカウンターヒットするとこれだけ伸びますね。素晴らしい、いい判断ですね。ジャンペスちょっと高めだったんでしっかり流れ見せていきました。エンエス、ここはキャンセルできないです。なんとかさせていきたいところでしたが、2エスのバンキャンセル、再びベノムのターン、お互いに原子がない状態から入手。エスオービットいやらしいな、これ。まあ、ただベッドは前捨てあるんで、それで取れるか、と前捨ての当てるか。マイビーエース。こうマイピーワイハイって入れ込みたくなるポイントもしっかりマイピーエンスで少ないながらもダメージをしっかり取り状況を、ね、悪くしないようにしております、徹底しております。そして YP 状況を見つつカウンターしそうであればしっかり空中ダッシュコンボにつなげると状況を見ての判断が非常に素晴らしい。フィードベルムです。さあシャナベットマンバーストがちょっと怖いがしっかりと完成させていく。ちょっとあーって声が聞こえてきましたんですけども当たってるんで大丈夫です。さあベッドマンがここは残幕かなり厳しい。前線取ったがボールがあるので手出しができない。金 S S ハイ D S K S ハイスラ D からここはダークエンジェル削りのルート当たっていない。投げていく、すっげえゴリゴリ削っていく、きつい。ゲージは 25% あるか悪魔だ無理やんこんなこれはもうしょうがないですね。Sオービットはじきのボールの残り方がマジでやばかった。フィーノさんが準決勝進出です。じゃあ先に敗者復活決定戦いきましょう。俺とテレサ好きな方に座ってなお待ちください。不条理な世界では私の経験が武器にならない。最悪の敵だ。テレサさっき勝ちたいよってぼやきながらこっち来たのがダメだ、もう笑っちゃうよさあルーザーズ敗仏をかけての決勝戦となります。テレサジャム対ジョニオ・ジョニーさあまずは逃げるジャムと追うジョニーといった形となりますが、主導権を取っているのはジャム。タジアイスだから6敗したら100歩、ここは止めて細かく刻んでいく。ジョナン、ここは空振り、しかし100歩がカウントしてしまう。途中 PK からもう一度100歩千里、汗だけ溜めてタッチ K から2敗したら足払い、波紋客が刺さり激凛2敗したら途中 PP 妖艶客からロマンキャンセル、中断通して場を再進勝。まずは一本選手テレサジャム開幕エンエス足払い、まずは一つ貯める、ロガイスラカウント人キャッパ千里、龍神が間に合っている。2敗すらホチフ P 止めて、ホチフ P じゃないか、ホチフ止めか。さあハモキャグギリに立っている、助けからダメージ教員、空中投げまだ逃がさない、四隅足払いレッドアングル安全切り返していく、助けから細かく刻んでロガイスラ直下してキャッポ、円安6回すら2敗すらガードさせて、円安下に待ち構えるデッドアングル、ジャンプ P、 ここはもう一度デッドアングル返して中央に戻ってくる。ロケここは当たらず、位置入れ替わって足払いミスキャン、円安前捨て2敗すらからミスキャンジャンピー、ロケガードさせてバックステ、円安を避けて6回すらカウントヒット、ハイ D からの重いコンボ、ボスルジャンプ KP、 ここはガードしきっていくミスキャンステップ、コイン対空となるエリアルからダウンは取れないがしっかりダメージは取れている。潜ってくる足払いから、ここは休み直下してガードして、ガードしてしのいでいく、ジャンプ KP 足払い、いい違いがある金 S、 金 S 2K と決めて取り返していくジョニオ・ジョニー。最終ラウンド壁くんお互い打ち、マイピーから妖艶客 2K 足払い、キャップ止めて前に走ってくるマイピー、確かに細かく刻んで6敗したらキャップ 2K6 敗したら避けて直下してバックス投げ、スパイハンター落としてダゴン用事、空中投げ展開早い、コインここはガーフルードに行けず、キャンしかし100歩勝っているバスト、ジャンプに戻ってくるがコアガード、ジャンピーロケガードさせて金 S 上段出てしまった、発射してしまう空中投げ、ここは飛んでいない、ロカスラカウント人、これ相手が延々さ届かず、ジャンプアイスラ上から殴っていく、2敗すらホチフ PP 無理せず、確かにここはバックステのクライディング直下して空投げうまい、ロケデッタングル
やはり立ち系からの細かく刻んで前に出てくる。ダスは立っている。足払い刺してハモケが当たらず下段トス。エインエス下段ですね。キャポキキャンセリー足払い。エインエスしゃがみくらい立ち系ツバイハンダロマンキャンセル2敗すらジャンプ系 PK パスをさあ、いやいや勝っていたのはジョニーだが前に走ってきて通したのはテレサジャム。敗者復活です。うるせえさっさと FM さん、さっさと飯行った方がいいですよ。あでは準決勝第2試合いきましょう。フィーノさんの目のむと謎くんのワースト。いいじゃねえよお前この野郎。画像君フィーノさんどちらが勝ってもテレサを殺してください。おいそんな別に世界大会でも何でもないんだよ。そんな緊張しなくてもいいじゃない。何なんだよテレサやばいよお前。画像君もねかなり大会強くなった方だけどね。通常大会でもかなり緊張してたもんねいつもね。ダメだったな、チクショー。なんか前出てもいけるかなと思ったけど押しやがったこの野郎つって。ミスワイラ冗談当たんなかったのかな。アリーナ。さあ行きましょう。フィーノメロディー勝てます。テレサ面白すぎる。だからテレサに勝てると嬉しいんだよな。さあ中段から画面欲しい。いやチビがいる。フィーノさんのガードの硬さはありますがどうなるこれは。うわーマジか。さあさあここでバスト。Q5。一緒に逃げます。いやいい相手も引いてもうまい。2敗すらジャンディ。ここはねなかなか落としづらい角度でね放っていきます。ジャンプリーダブルヘッドジャンプで回避。画像のドリッキャンサービスゲージが切れる。おおすげえよく投げたドンピシャ。 2K 立ち配装填味見味見さらに置き攻め下段として使用。しかしスイングいやらしいですね。このベノムの投げからのボールを2つ残して、うわーすごい当たりだ。アイを投げる。そしたキングアスにジョンディキエス。これかなり痛い指導。そして画面端状況を取ります。あガフになる前に飛んでいく。そしてバスト。さあ爆弾を使ってチビを着地させたい。いやジョンディストラグル取れていく。決死の判断でしたが、ガード固めてましたね。前はいボール2つチャンス弾いてボール3つ2杯弾いて S スティンガーからの B 弾きボール2つジャンプにここ S さあ貫いたぞ。そして金 S 持ち上げてジャンハイ。そしてボール2つ状態です。危ねえワンチャン下か 2P か手がね潰れるんじゃないかと思いましたがしっかりしのげる。これルッタスピー足払い愛投げてそして物投げ足払いがヒット。フィーノベルムが攻めます。ちょっと足が元ついてしまっていますが飛んでちょっとゲージ状況どうだ。相手に警戒させていくキールキャンセルが走中断置いてあーっとこれはもうしょうがありません。勝ったのは画像ファースト。着地にねこのマイハイスラー置いていくっていうね非常に強力なムーブでございます。というわけで決勝戦はでかいやつ対決いきましょう。決勝戦は画像ファースト対テレサジャムヘビー級です。あーテレサだけ5回画像くん2回ね。え2先2先うんここだけちょっとエゴっぽさ出してる決勝戦だから
さあそれでは行きましょう。高田のババミカドギルティギアエグザードレブ2木曜シングル大会6月14日ですね。決勝戦は、ウィナーズ勝ち上がってまいりました。ガゾーファースト対ルーザーズ勝ち上がってまいりました。テレサジャム、まあ、別にルーザーズが勝ったからというリセットはなく、単純に決勝戦まで行ったら2試合選手となっております。よろしくお願いいたします。いや本当に AC とかの煽り度とかで本当に大会に弱いんだって悩んでいた画像くんとはね、見違えるほどまだ緊張はしているんでしょうが動けるようになっております。さあここ立ち合いさんの手勢で当たらなかった。 2K から冷静ジャンハイ、タリフが並ぶ。さあテレサもちょっと動きが怪しいが、前ヘアガード表タッチピーしっかりしている。ちょっとねガードを固めてしまいます。テレサが飛ぶ。どうしかもしっかり繋がってやばい。さあ超安定思考で距離を取ってロマンギャスの背後、金のハンマー、ここはジャンプ D ですね。打ち勝ってます。張ってそこにあるの面白いですね。先ほどの判定強いなと思ったんですけどね。かなりゴリっていきました。いやしかしこうバス読みつつバスはつかない。さあ爆発に巻き込ませて100歩千里と行きたいところだったが、はい100歩ガンダッシュ、リスケージを貯めて100歩じゃねえ、ホチフピーガブネー激輪カウンター、ハンマーはやばい。打ち出しすぐさま攻めます。100歩、画像君もここは冷静ですね。爆発ガードブリッツ返してゲージがないので、ここは受けるしかありません。集団攻撃、ファーストの目ん玉がすごい勢い飛び出てますが、立てる、立ち合い溜めた、そしてすぐさま解放。こういうのは素晴らしいですね。溜め続けてしまいますと逆に、おお逃げ先、ここはバーストは青バーのつもりが金バーストになったか、そのままゲージを使って取り返す。さあ一緒ラウンド、ただ着地前、まあ、着地しちゃうとねめった切りが投げを入力するとコマンドの関係上出て最速の暴れとなるんですけども、しっかりと投げています。マイハイからさらにマイハイ、リスクゲージを上がっている助け、ゲージも削っています。マイピーからのチャンハイまで、そして着地を狙うか、上か前、ガトップのこのドアの使い方本当面白いですね。ファーストのチップみたいに、さあこのファーストの背の低さでもこの激輪は速い。ロマンキャンセル、ダウンは取れない、ダメージ重視、いや状況重視でしたね。大変失礼いたしました。ヒールキャンセル、あーガゾウ君、おおお前何やってんだよガゾウ君ドリキャンミスってもいいけどしっかりしてセーフ、いやある意味アウトだよ今のいやこれテレサがもう多分だいぶ参ってるんじゃないかなっていうラウンド試合の取られ方ですが大丈夫でしょうか。まあ、画像くんらしさの出たトリキャンでした。さあ第2試合、画像くんがこの試合に勝てば優勝。まあ、はい、ドリキャンミスは釣りですね。心から誓ったって、あれで画像くんが負けたら逆に画像くんの心もへし折れていたっていうね、なかなか難しい。うわーとバースト当たらないが、ちょっと浮きが高かった。低めで拾いたいところもなかなか難しい。こういうアドリブ空中投げ、直面ガードが投げて、よいしょ、ジャンハイ、ジャンディ総裁、これはどうなる、デンチャー、エンクレス、走ります、確かに2敗、さあ、美味しいご飯が食べたいテレサは、ここで何としてもこのラウンド取りたいところですが、デンチャーを生かしたのは画像ファースト、優勝へリーチ、通りにが刺さる、タチケンから、ジャンハイまで。毒は危ないと壁当てのようにガードしてドリル、ガンダッシュ表、ここガードしているブリッツ、そしてここはメテオがあるんで強気の選択肢ですね。ブリッツチャージアタック、しかししのいだテレサが画面端押し込みます。 OK、
ダメージはあるが、なかなか崩すのが難しいぞ。食らった、足で見てる。そしてメテを利用する。僕はギリギリ当たらないが、高さ、さあトリシューラと同じ、同じ、どうなる、食らった。さあノックバックでチビに巻き込まれる。前ハイに対してドリルを刺そう。画面端、ここは逃げたいが、どうする、前ハイスラバース、当たらず、ダッシュベッド切り。勝ったのは画像ファースト、2連勝で優勝となります。というわけで本日の6月14日は高田のママミカド木曜、ギルティーギアエグザードリブ2の目標シングル大会優勝は画像ファーストとなります。おめでとうございます。ガミってなってた。料理の道も入信に達するためには次回躍動中のものに導き怖いということですね。アクセが書いてる。さあちょっとね、だいぶ NG ワードを発しながらご飯に行っちゃったんでね。怖かったね。謎くんちょっと今命の危険を感じたでしょ。さっきエントリーする時もあんだったね。怖かったね。殴りかかってくると思うよね。怖いよね。身構えちゃうよねって。やばいっつって。あ、もうテレさんも行きました。FAB さん。はい、というわけで木曜シングル大会これで終了となります。この後はね、閉店までの試合配信しておりますので、ぜひぜひ皆様、の試合の方お楽しみください。お疲れ様でした。東進祭もね、3-on-3と発表されました。8月、エボが終わった後に、予選開始となっておりますのでね、チーム戦が面白いんでね、ぜひぜひ、たくさん、参加人数で、たくさん出てもらって、またね、選んでもらえるように頑張りましょう。もう発表からそんなの考えてどうなのかって感じですけど、やっぱ、いろんな人が出た方が絶対面白いですからね。よろしくお願いいたします。